日本はだからこの土曜日からなるんですね。そうですね。日本シリーズは。どうどうなってるの？全く分かんないまあでも今見てたソフトバンクの方が強いそうっすよね。でしかもジャイアンツソフトバンクにあの二年連続全敗しましたもんね。そうです。スイープスイープだった。だからそれ以来なんですよ。 ああのリベンジももりますもん、ね、<laughs> <laughs> だからそれはそれでドラマとしては面白いんですよね <laughs>、はあ、どうなんのかっていう。<laughs> 1回もだからら勝てずに2年やられたんです確か2年目かなは千賀君のまっすぐかなんかで岡本のバットがへし折られたんですよ<ー>初回に。それでもうゲームが決まったって言われたあの日本シリーズ。 あの時にねあのパ・リーグの速球にセ・リーグはついていけないぐらいのがなっちゃいましたもんね、うん、イメージは。ですよね。うん、もうパ・リーグのピッチャーはやっぱりみんな速いあれにさあの対応できないんだっつって、うんうん、でしばらくパ・リーグしか10年間のうち1回ぐらいしかセ・リーグが勝ってないっていうでやっとここのとこヤクルトが勝ったり、ね、阪神が勝ったり、うん、ちょっと。 らいなってきたんですけどねだからそれを見たいっちゃ見たいですよねドラマ面白いですもんねジャイアンツ対ソフトバンク勝てんのか勝てんのかっすからねそれはでも面白そうですけどね話題としてはだから王会長としたらジャイアンツ出てきてほしいんじゃないですかまあそうですよねまたジャイアンツをたたきやるっていうしかもジャイアンツ90周年ですもんねそうだそうだここ もう会長がまた、厳しく。勝負事はね、石橋君。勝たなきゃだめなんですよ。会長こ。<laughs> 会長。バット持ちだから勝たなダメなんだ。えー、勝負事はね。<laughs> し,しかも、もうさん、ちょうど今年、あの。年男なんだで。辰年なんですよ。王さんは。んはい。 何歳、会長。えっと、八十四歳です。八十四歳。はい。元気だすげえな。僕のちょうど三回り上なんですよ。僕も辰年なんで、<ー>昭和五十一年で、王さんは昭和十五年なんですよ。<ー>で、しかも五月二十日なんですよ、王さんは。で、僕もちなみに五月二十日です。はい <laughs> 一生の誕生日ですだからそんな詳しい詳ししいいですよで<も>だから僕はもうあのプロ野球界でまだプロに入ってない時も入ってる時も王、ええ、さんが監督で「あのハッピーバースデー」の報道がされると自分がお祝いされてる気分になってます